和也の生命保険まだ出ませんね。あの男はあなたを殺す危険性があります。こいつは指狩り族の残党だったんだ。反社会性人格障害ですか。サイコパス。人間は一人一人が全く違う複雑極まりない宇宙だということ。夜間？夜間じゃねえ、夜間だよ。アリバイがあったんですか。第4回日本ホラー小説大賞受賞作、岸優介最高傑作黒い家が映画化されます。監督はあの森田芳光、出演内野正明、西村雅彦、田中美里、大竹しのぶ。嘘の中から真実をえぐり出す映像が現実を乗り越えたリアルサイコサスペンスの誕生です。この人間には心がない。そうか、まだなのか。